皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、近年流行りまくっているライスペーパーのガチで美味しくて食べ応え抜群の一品を紹介させていただきます。ほんとこの料理ね、表面のライスペーパーはカリッカリで香ばしく、もちもちっとした食感の中にお肉の美味しさがじゅわーっと溢れ出すライスペーパー棒餃子。これがね、子供たちにも人気の味わいで、もう取り合い必至です。ご飯もガンガン進んじゃうし、お酒のお供としてもぴったりなんで、マジで一回作ってみてください。そして今回はライスペーパーを焼き上げるの意外と難しいので、比較的簡単で失敗しない方法も一緒に紹介しますので、ぜひお試しください。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらひき肉 150g、 豚ミンチでも合いびきでも構いません。はい、そしてこちらね、ニラが1/2 パック、キャベツこれ 150g、だいたい8分の1個ぐらいですね。そして今回はライスペーパーで包んでいくので、何枚か用意してください。種の大きさで適当に用意してください。チューブのもので構いません。おろし生姜とおろしニンニク、だいたい小さじ2分の1杯ずつぐらい。お塩一つまみ、ごま油小さじ1杯、あいやとね、シュレッダータイプのチーズも適当に用意してください。これはお好みで OK。材料は以上でーす。まず野菜から刻んでいきます。とりあえずね、ニラとキャベツをザクザクっとで構いませんので、粗みじん切りにします。まあニラはだいたい5ミリぐらいかな、もうほんと適当で OK。 刻んだらボウルに入れといてください。はい、キャベツも適当にザクザクっと、あんまり細かくしすぎると歯ごたえがなくなるのでね、まあある程度の大きさで粗みじん切り、まあこれもね5ミリ角ぐらいでいいかな、もう大体で OK なんでね。はい、こんな感じでザクザクっと粗みじん切りにしといてください。ニラとキャベツ刻んだらボウルに入れてください。ここにお塩を加えてください。そして全体的にしっかり混ぜ合わせる。はい、こんな感じね。このまま10分ほど置いておくと塩が馴染んで水分がね出てきますので、まずは野菜の余分な水分を取り除いていきます。10分ほど経つとしなっとしてきて水分がにじみ出てくるので、これグッとね握り込んでしっかり水分を切ってください。はい、こちらキャベツとニラの水分をしっかりしっかり切ったら、ここに生姜とニンニク、はい、ひき肉もすべて入れる。あとごま油ね、これ小さじ1杯ぐらい。はい、あとチーズをまあ適当にバサッと入れてください。チーズの量はほんとお好きな量で全然 OK。 そしたらこちらしっかりと揉み込むように混ぜ合わせて、この豚肉から粘り気が出てくるまでしっかり混ぜ合わせて一体化させてください。はい、こんな感じ。次はこちらライスペーパーで先ほど合わせた種を包んでいきます。ライスペーパーをたっぷりのお水に30秒ほどつけて、少し固めに戻してください。はい、だいたいね、30秒ほどつけて、気持ち固い目ぐらいにライスペーパーを戻したら、先ほど合わせておいたこの種。まあ、量は、だいたいで OK です。もう好きな感じでいっちゃってください。細長く、半分より手前側に伸ばしながら。はい、こんな感じ。あんまりね、大きくしすぎると火が通りにくいので、まあこれぐらいかな。あとは、両サイドからまず真ん中に折り込んで、包み込んでいきますね。これ柔らかく戻しすぎるとライスペーパー扱いにくいので、気持ち固めに戻しとくのがポイント。はい、あとはもうこれ、くるくると端から巻き込んでいく。この時ちょっと締めるような感じでしっかり巻いて、ライスペーパーの層がね、できるような感じで。これぐらいの大きさにしとくといい感じ。そしたらこちらね、すべて作っていきます。はい、だいたいね、30秒ほどつけて、
気持ち硬い目ぐらいにライスペーパーを戻したら、先ほど合わせておいたこの種、まあ、ライスペーパーで先ほどの種をくるっと巻いたら、こちらね、クッキングシートをフライパンに敷いて、その上に並べて置いてください。この戻したライスペーパーめちゃくちゃひっつきやすいので、少しね、間隔を空けた状態で並べてください。この状態で香ばしく焼き上げ、火を通していきます。火力は中火から弱火の間ぐらいで、じっくりね、ライスペーパーがカリッと香ばしくなるように表面を焼きながら全体的に火を通していきます。このフライパンにクッキングシートを敷いておくことで、このライスペーパーがひっつかずに綺麗に焼くことができるんで、この方法をおすすめ。もちろん普通にね、油を敷いてフライパンで焼いてもいいんですが、ライスペーパーめちゃくちゃ破けやすいので、このクッキングシートを敷いて焼くのね、比較的失敗せずに綺麗に焼き上げることができるので、私は推奨してます。ということで、じっくり香ばしく焼いちゃいましょう。だいたい5分ぐらい焼くと、ライスペーパーカリッと香ばしく焼けてきますんで、ひっくり返してください。あ、いい感じね。はい、くるっと反対向ける。これすべてライスペーパーひっくり返してください。はい、こんな感じね。軽く香ばしい焼き色がつき、カリッと焼けたらひっくり返して、再びこのままね、5分ほど焼いて、両面いい感じにカリッと香ばしく焼きながら、中まで火を通していきます。ほんと弱火でじっくり焼いて、表面をね、香ばしくしながら焼くことで、もう中にお肉の美味しさが溢れ倒すんでね、ゆっくりじっくり焼きながらで構いません。しっかり中まで火を通してください。あいよー、こんな感じですね。表面を裏返しながら、カリッと香ばしく、だいたいね、8分から10分ぐらい、中火から弱火の火力でじっくり焼いて、ちょっと上から押さえつけるとね、弾力が出て、ぷっくりしてね、いい感じに火が通ってるの分かると思うんで、全体的に焼けて火が通ったら OK。じゃあ盛り付けちゃおう。あいよー、完成しましたー。ほんとね、肉肉しくて、ライスペーパーはカリッと香ばしく、このね、ライスペーパーが重なってるところが、もちもちの食感になり、ガチでやばい。ライスペーパー棒餃子。本当に美味しいんでね、ぜひ作ってみてください。はいはい、やっぱり餃子といえば、私の大好きな、胡椒ポン酢。これにつけて食べると、マジで絶品。それでは、今日も、ポーいただきます。やば！一口噛みしめると、中からじゅわっとお肉の美味しさが広がり、キャベツやニラもね、粗めのみじん切りにしてるんで、シャッキシャキでマジやばい。これは食べ応えがあり、お子様たちも喜ぶ味わい。もちろんね、餃子のね、種なんで、餃子の皮で包んで普通に餃子にしても、問題ないんですが、今回のようにライスペーパーでしっかり包み込んで焼くと、もちもちっとした食感が加わるんで、マジやばい。はい、ということで、今日も乾杯。あー、うまっ。これもう焼酎に合わせたらたまらん。マジでライスペーパー棒餃子作ってほしい。しかもこの胡椒ポン酢との相性抜群。うますぎるわ。このライスペーパーのカリッとしていて香ばしいところと、もちもちっとしたところがね、本当に心地よい。うまっ。そして今回紹介したクッキングシートをフライパンに敷いてライスペーパーを焼くことで、ほんとね、このひっつきやすくて破れやすいライスペーパーが簡単にね、綺麗に焼き上げることができるんで、おすすめの方法なんでね、試してみてください。ほんとフライパンで油敷いて焼くとね、めちゃくちゃひっつきますし、この油のせいでライスペーパーがね、ぐっちぐちになって破れやすくなるので、意外とライスペーパーって焼くの難しいんでね、最近ライスペーパーのね、レシピ流行ってて、いろいろ焼いたりするのあると思うんですが、そういう時クッキングシート使って焼いてみてください。めっちゃ楽ちん。あ、うま。いや、今回ね、チーズとかも種に混ぜ込んでるんで、うまみがマジやばい。これは食べ応えがある。
マジでご飯もガンガン進んじゃうし、おつまみにもぴったりなんで、ぜひ作ってみてください。あ、うまっ。うますぎ。